01世代02世代ボードゲーム対決ということで、ティーです。はい。意外とこっちの方が簡単だった。はい。チルの。行きましょう。いやー、これは一個。よーい、スタート。一個目ね。オッケー。いいよ。うまい。よしよし。いいよ。ゆっくり。これ入った。確かに。こいかんだです。かけない。いやいや。あ、トイ。全然。いや、だってあれ、あそこに、ほら、ほら、うまい、ほら、これもうリーチちゃう、リーチだ、うまっ、あれうまい、うますぎる、調子上げていこう、おーい、すぎる、どう調子上げていくって言ったら、これ横やっちゃうんだ、え横3つある、横3つ、あそこ取ったらもう勝ちみたいな、俺もうあと1球しかない。すごい！セコ取りたかった。すごい。セコ取りたかったとこ。オッケー。もう決めてみ。邪魔しよう。あーやばいよ。やってみる。あー。うま。いやでもオッケー。成長した。あーそうだ。まあ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 。いいよいいよ。それでも手前でもいいんだもん。そうじゃん。あ。え、これどうなる？お、大丈夫。決めてます。うわあ！うわあ！待って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 。いやあ！すごいすごいわってことは勝ちだもう一回ゼロ二世代の勝利ですかこれはこのゲーム勝ったどうするだってあの回転見たキュルルルルルルルって絶対リプレイさせてくださいうわうわあの回転はないよこのゲームで大きいやつやすごいすごいじゃあこの勝負ゼロ二世代の勝利ということで一勝勝利しましたので決着は第3戦に行きたいと思いますよっしゃいや十分取れたかもう割ってもいいないすごいな今の何なんすごいね最後の対決はクラスク対決最後の種目はクラスクというゲームで対決してもらいたいと思いますまずこちらのルールを私から説明させていただきます、はい、ボードの上にですねマグネットが3つ白いやつですね、うん、白いマグネットが3つ、皆さんが操作するストライカーという黒い、うん、今動いてるものですねストライカーと呼ばれる黒い棒そして、黄色いボールがあります今ちょっとボールに見てますそうですねはい、ストライカーはですね皆さんが操作するものはボード下の操作マグネットを使って動かしてボールに当てますはい、まあ、ホッケーのような感じで相手の陣地までそれいけないようになってます下見てもらうと板があるので相手陣地まではいけないようになってますで、このゲームで大事な得点効果、うんはい、こちらなんと4種類4種類、はいまずはですね、その黄色いボールを今大西選手のところにある、はい今ゴール入ってましたけどそこに穴に入れると入れさせたい今入れたらめっちゃいい説明だったんだねなんで止めるのめちゃめちゃいい説明だったら今あんま止めんの今の流れで決めさせたから、はい、今ちょっと失礼してください穴に入ったら1個、はい、
それが一つ。で、ストライカーのオウンゴールっていうのがあるんですけども、あ、はい、そうです。それだ。本人選手が今ゴールの中入っちゃいました。入っちゃったらちょっとそうやって復帰はできちゃうんですけど、入った時点で相手の得点になります。で、3つ目、ボード上にある白いマグネットが2個ストライカーにくっついてしまったら、そういうことね。くっついとったな、先にこうな、練習の時今1個つきました。で、もう1個つきましたで、はい、こんな近く行っただけでもつくんだ。ついちゃうので結構近い。つけないようにした方がいい。で、最後、ストライカーの制御不能っていうのがあります。例えば、相手陣地にこれだけ行っちゃって、もう届かないよねと。そういう、この4つが得点方法になります。なるほどね。はい、なるほど。器用さが出てくるようなゲームになりますので、頑張っていただければなと思います。で、まあ、いろんな作戦があると思います。はい。ので、2人で考えながら。頑張ってます。最終戦なので。これは何なんですか。あ、そちらがですね、得点板になります。1点とか。はい、1点とか分かりますよ。で、最初の、先行後攻はそれを使って決めるんですけど、人差し指でチョンと押して、0に近い方が先行。では、そこに数字が書いてありますか。あ、なるほどね。2人とも4なので、もう1回やりましょう。あ、2だよ。はい、それはもう、いや、これはもうゼロ。それはブル君なんかさっきも見たよ。じゃあ大西選手、ゼロ一世代からの選考を始めたいと思います。6点マッチになるんですけど、交代は自由なので、自分たち話し合ってやってください。で、キックオフは、真ん中からではなくコーナーから始める。はい、珍しい。スタートで、あ、そうか、ついてないか。ポン、はい、最終戦、フラスク対決任せ。よーい、スタート。しかも守っていこう。オッケー、マイボール。うまい。あーあーマイボール。これがストライカーのオンゴール。ストライカーのオンゴール。ゼロ2世代が1点。これ戻して戻します。やだ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 。最初からむずいね。あ、よいしょ、むずいね。いいよ。静かだな。静かだな。怖い。あー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 今、2点入ったじゃん、今。どう考えても2点入った。今回は1点にします。オッケー、危ねえ。焦った。いける、いける、いける。大丈夫、大丈夫。つくな。つかすな。あれ。あ。いける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 。いや、もう、もう、あ、つけ。落ち着け。オッケー。それ、あ、相手陣地いけ。そう、そう、そう。よっしゃ。ああ、いいね、いいね。すごい、すごい、なんもないけん。何してんの。あ、弱い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 、これ、チャンスボールだ。あ、弱い。大丈夫、大丈夫、ナイス、ナイスキーパー。焦んな、焦んな。ナイスキーパー。弱い。あ、弱い。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 弱行き過ぎたら、ついてくるけどな、これが。出してゴール。かんちゃん、かんちゃん、かんちゃん。あ、行く？かんちゃん、交代するか。オッケー、オッケー、やらして。じゃあ、石田選手から。はい。行きましょう。ちょっと待って。そっちなん。あれ、違う。え、それ、あれ。あ、こっち。ただのホッキー。こっち。下を操作してください。あ、もう、そう、十分も取れたか、取れたか。ああ、そう、そう、頑張らない。もうちょっと、いけるかな、そう、いけない。気をつけ。いけ、すけ。もういいね。我が教師ってぐらい、気をつけて。もう、今、すっごい、マジで強い。すっごい、マジで強い。すっごい、マジで強い。これ、待って、なんか。これちょっと回線、今回線悪かったんで、じゃあ変わらずの、あ、それはちょっと
いいよ。ちょっと待って、気をつけ、回線悪いよ。自分で指定するだけ気をつけ。はい。おっこれ今わからん、知らんかったわ、これ今。これはゴール。さあ、あと2点です。広い世代。いいよいいよ、行こう行こう行こう。もっ、あっ、あっ、それ、2個目。あぶね、今行った靴ずとる。ゴンゴールだけやめよう、もう。よいしょ。やばい。おっ、よっ、うおトラップミスし、行き過ぎたらあかんねん。うわやばい、うわ怖いな、これ行くの怖いな。オッケー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 、うわこれ行くの、やばい。これ行くの怖いよ、そっち行かなくていい。やばい、やばい、うまい、うまい、よし、これ怖かった、今行くの。え、おぉし、うまっ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 、これ2点です、これ2点です、でもこれ2点です、でもこれ2点です、どっち入ってたよ、どっち入ってた、まあ、なんかいける、いける、いける、スポーブ、頼む。マッチポイントです。ほら、いける、ボブ頼むわ。おい、マッチポイント託すな、俺。大丈夫、ボブの方がうまい。頼むよ。いいよ、いい、めっちゃいい。うまい。それ結構だるいよね。うん。それは作戦どうかな。おっ、やばい。いけ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 、うわー、ボブ、ボブ、ボブ、うわー、惜しい、ボブ、ナイス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 、いけいけ、安定しろ、安定しろ、あはは、怖い怖い、確かに1個だから、ね、うわっ、うわっ、危なっ、あっ、これあれなんて、ついちゃうんじゃない、あっ、うわっ、ボボ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 、何してんの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 、この今のワンツー、いけるよ、ボボボ、マジだ、ボボ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 、あ、お、いやー、あ、お、あ、なボールの、ボールの紹介、ボールの紹介、ボールの紹介、まあ、ない、ルールない、なんか、マジで、ボールの紹介、うわーい、うわーい、びっくり、ナイスプレッシャー、ボブナイスプレッシャー、すいません。いい試合、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 これゴゴ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 、っていうやつ、全然負けた方が開き直ってっていうやつということで、はい、この勝負ゼロイチ世代の勝利、まあ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 、いいわ、全然いいよ、圧勝、マジで圧勝、おもろいだ、ボードゲームということで、今回のボードゲーム対決ゼロイチ世代チームの勝利、はい、いかがでしたか、
まあいい息抜きになりましたね、本当に。まあまあ、って言ってくれるなら僕は良かったっす。いいっていう先輩たちが言ってくれるなら。それだけで、まあ、最近辛そうだったもん。うん。何が辛そうだったの？程よい相手だったの。うんうん、それぐらいがもう、やっぱ後輩はやっぱこう。惜しくも負けてしまいましたが、どうでしょう。惜しかった。惜しくないでしょ。惜しくも負けてしまったんですけど。かも。まあ楽しかったんで、そう、先輩も立てれましたし。なんで？よかったです。先輩の楽しそうな姿が見えたんで、よかったな。それが後輩としては一番嬉しいです。よかったです。はい。普段こんな感じ。いや、急になんかいい後輩になりました。急に。急に見たことない。見たことない。いや、結構いつもやな、こんな感じ。先輩ファーストね。いや、立てないです。次、いい後輩でいてください、うん、はい、もちろん、もちろん。視聴者の皆さん、いかがでしたでしょうか。これからも対決企画やっていきたいと思いますので、こんな対決見てみたいなどコメント欄でぜひ教えてください。それでは選手の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。